皆さんこんにちは大樹です。えー、まあ、4歳でも5歳でもいいんですけども、あの、まあ、ちっちゃな子供のことを想像してほしいんです。で、その子がすごく怒ってたら、<laughs> ね、あの、怒るなって言ってもしょうがないし、まあ、ずっと怒っているような子に、というかね、そのまま育ってもしょうがないと思うから、どうするか、どうします、皆さん。 まあ例えばねあのその子に寄り添ってどうしたのって何が面白くなかったのって聞いてみてでこうでこうでって「であそうなんだ」ってこう聞いてるとその奥にねなんか悔しさだとか「本当はこうしたかっただ」とかっていうのが出てきて「そうなんだ」「じゃあなんかねどうしようか」って言ってその子がなんかもっと別のことをやれるようにしてあげるかもしれない。なんか泣いてばっかりいる子がいたらね泣くなってたってしょうがないし泣かしっぱなしでもしょうがないしね。 でその子が大人になっても泣き続けててもしょうがないかもしれない。だから、なんか、泣いているところに寄り添って、で何があったか聞いて、あ、そっか、それはつらかったね、悲しかったねって言って、ねえ。で、なんかね、あのその子が、少し落ち着いたら今できそうなこと一緒にやってみたりして、とかね、もしくはなんか、もう悲しい思いしなくて済むように何かをしてみたりして、そうですね、あのそういうことを一緒にやってみるんだと思う。もしすごくなんか 臆病な子とかね何でも怖がる子がいてビクビクしてたら、ね、無理やりやらせてもしょうがない、まあ、そういうこともあるかね無理やりやらせたいやれることもあるかもしれないけどまあ、それでますます引っ込み事案になっちゃったりとか怖がっても困るからだから話聞いて「あそうかそういうの嫌なんだ」じゃあこんな形でやってみようか」とか「これならできんじゃない」とかでもどうするなんかこのままでいいのとかって言いながら「嫌だ」とか言って「じゃあなんかやり方考えようよ」とかするじゃないですか、うん、でしょあ 育児って言うんですけどねあの今回話したいのは育児のあの字は自分の字ですよ。であの自分の中にすごく怒るとかねなんか泣くとかねそれから臆病だとかねあのっていうのが出てきた時に自分の中にそういう子供がいると思ってまあなんか怒ってる理由があるんだろうとかねもう今なんかこうなっちゃうんだろしょうがないって一回受け止めて話聞いてあげようとかね。で、怒らなくてもいいように何かこの えー、ちょっと寄り添ってその子が新しいやり方を見つけるために育ててみようっていうね自分を育てる育児であの人間の能力で尊いのって多分こういうことですよあの要は自分のことをちょっと客観視したりとかね少しその感情的になってたりとか何かにこだわっちゃってる自分というのから離れてその自分のことを見つめて何かそこに関われるっていうのがあの とても素晴らしい能力ですからぜひあのなんか自分のが困ったことになってるなと思ったら、えー、ちょっと困ってる自分を一旦受け入れるというかねあの認めてでちょっと一息ついて離れたところからその自分をこう育児していくねあの子供に接するように関わるっていうのは一つの,あの重要なアイディアなので,で私たちは自分自身にやりましょう。 でクライアントさんがそれをできるように手伝ってあげるというのもあの我々がコーチングカウンセリングの中でやることの一つの,、ね、あの重要な考え方で、ね、参考まで。